完成しました。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、少し面白い調理家電を手に入れたので早速使っていきたいと思います。その調理器具が、はい、こちらですね。あ、こっちこっち。はい、これエッグクッカーと言いまして、ゆで卵、半熟卵、温泉卵が超簡単にね、自動的に作れちゃう優れもの。もちろんゆで卵自体は鍋にね、卵と水入れて火にかけるだけで OK なんですが、自分好みの半熟卵や温泉卵を作ろうと思うと、時間の管理や温度の管理が結構大変なんですけど、このエッグクッカー使えばね、細かい設定ができるので超簡単に自分好みの半熟や温泉卵を作れちゃいます。ということで、今回はね、半熟卵を作ってご家庭でも簡単に楽しめるフランス料理の一つ、ウフマヨっていう料理を作りますんでね、ぜひ皆さんも一回作ってみてください。もちろんこのエッグクッカーなくても作れますが、あれば超簡単。購入先などはね、説明欄やコメント欄にリンク貼っとくんで、ぜひ覗いてみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。卵2個、マヨネーズ大さじ2杯、粒マスタード小さじ1杯、おろしニンニク少々、ブラックペッパー適量。材料は以上でーす。はい、そしてこちらが今回紹介したいエッグクッカー。見て、意外とコンパクトサイズで収納場所にも困らないし、これがマジですごいのよ。こちらにもね、書いてますけど、半熟卵、温泉卵、ゆで卵がね、ほったらかしで超簡単に作れちゃいます。さらに、備え付けられてる専用のね、こういうカップがあるんですけど、こちらを使うと、茶碗蒸しやヨーグルト、あとね、チーズケーキ風のお菓子なんかも簡単に作れるんで、これマジでやばい。早速使っていく。これマジでね、超簡単。こういうね、卵をセットする器具がついてますので、ここにね、卵をポンポンと立ててのしちゃいます。この状態でしっかりと真ん中にセットしてください。あとはここに水を注ぎ入れるだけ。はい、ここにね、卵を何個調理するかっていうメモリがついてますので、今回は2個なので、お水をね、この2個のところまで注ぎ入れてください。はい、てっ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 と。最大でね、5個まで調理できるんで、これマジで1台やったらめっちゃ便利よ。よっしゃ、オッケー。ここまでできたら、しっかりとガラスの蓋をセットしてください。もうあとね、スイッチ入れるだけやし、めっちゃ簡単。はい、こちらのね、メニューを押していただいて、モードを選択してください。こう、ピコピコ押すと、順番に変わっていきます。そして、こちらね、作りたい卵。今回は半熟卵を選びました。この状態で、5秒ほどほっとくと、勝手にスイッチが入って、半熟卵、温泉卵、固ゆで卵がね、作れちゃいます。タイマー機能なども充実してるので、ほんとね、前の日の晩にセットしといたら、朝起きたらもうゆで卵や半熟卵完成してるんで、めっちゃ便利ですよ。はい、ということでね、エッグクッカーで半熟卵作ってる間に美味しいソース作っちゃいましょう。これが今回のね、味の決め手なんで。はい、マヨネーズ大さじ2杯ぐらいビビッと出してください。もうこの辺適当でも全然大丈夫。そして、粒マスタード小さじ1杯。よいしょっと。あと風味付けにニンニク少しね。はい、こんな感じ。これをね、しっかり混ぜ合わしといてください。この粒マスタードとニンニクを混ぜたマヨネーズがね、半熟卵とめちゃくちゃ合うんで。はい、これでタレ完成。めっちゃ簡単っしょ。あとは卵できんの待っとくだけ。ほらほらほら、時間経つとともに、どんどん温度が上がっていって、いい状態のね、半熟卵に仕上げられるんで、これが自動でできるからね、やっぱり半熟卵とか温泉卵って、茹で時間や温度管理が大変なんで、このエッグクッカーマジ完璧。あよー、完成しました。そしたらこちら、ゆっくりね、引き上げて、冷水で冷ましてくださいと。
そしてね、このお湯は熱いのである程度冷めてから捨てて、綺麗に中拭いといてください。はい、こんな感じでね、冷水につけてしっかり中まで冷やしたら半熟卵の完成。しっかり冷めたら殻剥いて仕上げていきますね。はい、半熟卵綺麗にできました。見て、ポヨンポヨン。冷めたらね、綺麗に殻剥いちゃいますよ。さあ仕上げていきます。まあ適当にお皿を用意して、先ほど用意しといたこの粒マスタード入りのマヨネーズ、こちらを下にね広げて敷いてください。はい、こんな感じね。よし。そしたらここに卵を乗せる。たったこれだけ、超簡単ちゃいます？実はこれね、フレンチの前菜なんかでも出てくるウフマヨっていう料理なんですけど、ゆで卵をマヨネーズで食べるのよ。そしたらね、今回おつまみにしたいんで、ブラックペッパーパラパラーっと振りかける。基本的にはこれで完了なんですが、私ね、このクリスピーフライドオニオンが好きなんで、こいつもパラリとトッピングしときますわ。これでカリッカリの玉ねぎのね、食感と風味が加わって、マジで美味しいウフマヨ。みんなもぜひ作ってみて。ちょっと彩り寂しいな。やっぱり私お得意のネギもちょっと乗しときましょうか。まあこの辺はね、お好みでいろいろトッピングしてください。はい、完成。じゃあ早速食べちゃおう。ちょっと割ってみましょう。はい、ズバシュッと。見て、ほら、めっちゃ綺麗にできてる。これをマヨネーズに絡めて食べるだけ。硬さのね、調節なども細かくできるんで、説明書に書いてるんでね、そちらを参考にしながら自分好みの半熟卵や温泉卵作ってみてください。それでは今日パーをいただきます。うまっ。もうウフマヨ最高やん。もうゆで卵をマヨネーズで食べるってね、マジでやばいからね、まだやったことない方いたらやってみて。最高。そして今回のマヨネーズソース、粒マスタードやニンニクを少し加えることで味にパンチがついてコクが深くなり、マジで卵と合う。このトッピングしといたね、カリッカリのクリスピーフライドオニオンもマジやばい。これやばい。ゆで卵食べ過ぎちゃうわ。いやほんとね、エッグクッカー使ってみたんですけど、意外と便利ですね。卵とね、水さえセットしといたら、あとはほったらかしでね仕上がっちゃうんで。もちろん普通のゆで卵を作るときは、鍋にね卵と水入れてわーっと沸かすだけですし、そんなに難しくないんですけど、自分好みの半熟卵や温泉卵を作ろうと思うとね、時間の管理や温度の管理が結構大変なんですけど、エッグクッカー使えばね、細かい設定もできるので、自分好みの半熟卵や温泉卵がね簡単に作れちゃうんで、結構おすすめよ。いやこれマジうまいわ。もうあと1個しかない。5個ぐらい作っといてよかった。そしてこのマヨソースがうまい。これ完全にね、つまみにいけるんで早速飲んじゃおう。はい、ということで今日もいっちゃおう。乾杯。あ、うま。ほんとね、ウフマヨっていう料理名なんですけど、フレンチなどの前菜として提供されている、れっきとしたね、フランス料理の一つなんで、実はお家でも簡単に作れるんでね。このトッピングとかをいろいろね変えるだけで美味しい卵料理なんで、マジ作ってみて。うまっ。これはお酒に合う。いやフレンチっていうぐらいやしね、絶対ワインとかに合うんで、ワインが好きな方にもおすすめよ。粒マスタード入りのマヨソースをしっかり絡めて食べて、マジでゆで卵何個でもいけるわ。これやばいな。最高。ああうま。そしてね、今回使用したエッグクッカー、説明欄やコメント欄の方に購入先のリンク貼っときますんで、ぜひ覗いてみてください。タイマー機能なども備わってますしね、お昼やね夜なんかにセットしといたら、朝ごはんや晩ごはんに簡単にねゆで卵作れちゃいますし、レシピブックもついてます。茶碗蒸しやお菓子も作れるしね、なんか煮込み料理なんかもね使えるんで、1台あると意外と便利ですよ。ああうますぎ。